準優勝戦ラストバトルが始まりました。これで今年の地区戦の6強が出揃います。メンバー1号艇峰竜太、2号艇古澤光則、3号艇瓜生正義、4号艇佐藤佳祐希、5号艇渡辺浩二、6号艇高倉和人、以上のメンバーです。ゆっくりと今1号艇の峰竜太、相棒の21号機完璧に乗りこなす峰、芦屋を愛し芦屋に愛される峰が、さあ押し切りファイナル1枠ゲットといきますか。陰線です。2コースは2号艇古澤光則、昨日気合の連勝、大幅ジャンプアップでこの椅子をゲット、勢いづいています。3コース3号艇瓜生正義、冷静なコーナーワーク、珠玉の走り。角4コースに4号艇佐藤佳祐希です。大崩れない上位着、 G12 度目のファイナル入りをかけて角から。5コース2日目以降上昇気流、5号艇渡辺浩二、そして大里は着手堅くまとめ予選突破、6号艇高倉和人、3対3です。内から1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。準優勝戦の第12レースダッシュ3人いいスタート、中でも4号艇の佐藤が出ていく、先走したのは1号艇の峰、マクリザス4号艇の佐藤か、外は5号艇の渡辺、向こう正面は押し切った1号艇の峰が先頭。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の峰竜太、2番手は4番5番並んで僅差に3番6番、2マークトップ1号艇の峰、2番手4号艇の佐藤かまって外行く5号艇の渡辺、先頭は1号艇の峰竜太、2番手4号艇の佐藤佳祐希、3番手は5号艇の渡辺浩二で、レースは2周目と入りました。先頭1号艇の峰が抜けます。そして2番手が4号艇の佐藤か、3番手に5号艇の渡辺、上位3艇は1番4番5番、後続6号艇高倉和人、3号艇瓜生正義、2号艇古澤光則となっています。2枠からホーム側、先頭1号艇峰折り返します。2番手が4号艇佐藤か、3番手5号艇の渡辺、145の体型、レースはこれより最終周回です。先頭を走るのは1号艇の峰竜太、しっかりと逃げました。最後のバックです。そして2番手はトップスタートからまくり刺していった4号艇の佐藤佳祐希、 G12 度目のファイナル入り見えてきました。3番手5号艇の渡辺浩二、1番4番5番、この決着3連単は 32.7 倍。最終コーナー先頭1号艇の峰竜太、明日のファイナルポールポジション見えました。2番手4号艇佐藤佳祐希、3番手5号艇渡辺浩二、第12レースまもなくゴール。先頭1番ゴーリン、4番ゴーリン、5番ゴーリン、6番ゴーリン、3番2番ゴーリン、以上前提ゴールインしました。